テリヤキのデッドバイデイライト。今回は視聴者さんのリクエストにお答えしていきたいと思います。はい、早速リクエストはこちら。ドドドン、ナリさんのリクエストでアイコンにドクロがあるやつのうち4つ選んでやってください。ありがとうございます。確か以前にもナリさんにはリクエストいただきましたけどね。見つけてしまった。待て、ジェイク君、しまった。今攻撃すればよかった。ああ、ストーキングを優先してしまった。まあいいか。はい、早速このね、2段階目に上げるっていうのがね、最初の僕の目標です。マイケル使っててね。そう、ナリさんのリクエスト、以前にもリクエストいただきましたけれども、右下見ていただきたい。こんな感じでどっかにドクロが入っている、アイコン4つ選んでいきました。よいしょい、復旧をできるだけ阻んでいきますよ。お、結構近くいてんじゃねえかな、まだ。ほら、おーし、まあ相手のミスもありましたけどね。はい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 、簡単には直させません。この2つ距離が近いっていうのがいいですね。2つの発電機がすごい距離が近いんで、この2つの復帰をまず阻みましょう。あ、これは下まで間に合わないと思う。多分逃げられるでしょう、おそらくね。さあ、立ち回りとしてはまずこの復旧させられそうな2つの発電機を復旧させないようにね、できればしたい、さあどうする。さあ、プレッシャーかけながらいける。よし、ね、相手の思い通りにはならないよ。裏をかいていくよ。さあ行こう。地下に行けるかな。これはいけるでしょう。さっき2回切りつけたからね。いけた。よし。モンストラウス・シュラインが活躍するぞ。一番左のパークね。よしよし。これ結構復旧進む。ん？あら？落ちた。そうか。よしよしよし。いいぞいいぞ。うん、この2つ結構ね、進んどるから、ここ2つをまず復旧させないようにしよう。近くに潜伏してる可能性が高い。ここまで進んでたら復旧させたいはずや。おるよきっと。見てないか。徹底的にまず2つ、ここをもうゼロまでしたい。ああそうか、あの発電機を復旧させてる可能性もあるな。うん、音は聞こえない、大丈夫。もう一方の方、そう、そっちだね。はいはいはい、動いてる。この3つですね、この3つを私は重点的に、復旧を阻んでいきたい。巡回しつつね、だからもう奥のエリアの発電機はもう捨ててます、鼻から。今回そういう戦略でいこうと思ってます。固まっている発電機を徹底的に守っていくと。奥のエリアはね、3つ発電機があります、残り。だから3つ発電機を復旧させられてもゲート開けることはできないんで、この手前のね、発電機をもう徹底して潰していくと。これはね、結構僕は有効な戦略やと思う。ここね、
で、あとあの二つね。あれ、この三つをね、守っていきたい。徹底的に。うん。だからあんまり遠くまで行ったりするとね、発電機と発電機の距離がすごい遠くなっちゃうんですよ。そうすると、巡回するのが、すごい時間がかかる。その間に復旧させられるってことになるんで、ね。面白いと思いますよ、これは。ほら。まあ、復旧、ね、させたい。と思いますわ。もうあそこまで、ね、進んでたら。これをもう、なんとかゼロまでするのがまず目標。そして遠くのね、発電機を優先してサバイバーは復旧させていきます。これはもう計算、まあ、図くですよね。それだって手前の3つを守ろうとしてるわけだから、もう遠くの方はノーマークだからね。うん、そこを復旧させるのは、これはもう、させられるのは仕方ないと。こっからです。この3つを死守すると。これはね、こういうやり方してると、終盤効いてくると思います。うん、こっちもだからサバイバー見つけるのがすごく楽になりますからね、うん、サバイバーはサバイバーで遠くの方1個残してるでしょ。あれも戦略なんですわつまりキラーに遠くの方来てほしいわけですよね。だから残してるわけだ。あ、でも行かないよ一切行かない。うん、このマップはね、砂時計みたいな形してるんですよ。いわば砂時計の下の方で戦うと。まずね、うん、上の方の砂時計の言うたら、発電機はもう無視すると。もう別に復旧されても構わないっていうスタイルでやっていくと。名付けてエリア集中戦略。まあ、つまりある部分の行動を捨てることによって、ある部分のエリアのですね、行動を集中することができると。集中して守ることができるわけですね。発電機のある部分を取捨選択していくということで、今回はこの戦略、マップの南側にある発電機3つをですね、死守していきたいと思っております。今回この戦略を取ろうとした理由は1つです。発電機3つの距離がですね、非常にこうコンパクトにまとまっていると。回りやすいですね。巡回しやすい。だから、うん、サバイバーが復旧しに近づいてきたらすぐに駆けつけることができる。結果、復旧が進まない。むしろ僕が壊しているダメージの方が大きいんで、うん、かなり長引かせることができます。あ、もうここ音聞こえないってことはもう潰れてますね。完全にゼロになりましたね。はい、ここもそうです。2つの発電機を今もうゼロにしました。まあそれをね、北側はもう全部だから復旧させられたわけです、うん、あとはサバイバーがこの3つのうち1つをですね、復旧させることができればゲートを開けることができるんだけれども、簡単にはやらせませんよ。これが破壊できるようになったからね、キラーが発電機に対してダメージを与えれるようになったから、こういう戦略が取れるようになったんです。そうでなければちょっとずつ回復させられていって、結局は自利品なんでね、キラー側は、うん、まあ破壊できるようになったからこそ取れるようになった戦略と言えるでしょう。おお、まだ来てないか。近くに来てるんじゃないか。あ、そう。おお、こっちに来たか。おるな、これは近くに。ああ、今丘の上に登ったのが見えた。はい、痕跡発見。近いぞ。はい、見つけた。はははは。よーし、いける。はい。さあ、近
近くにもう一人いてんじゃないか。いない。そう、僕は一人でね復旧させたにしては早いと思うんだよね、スピードが。おお、回復させたか。残念だね。まあもしかしたら北側に逃げたかもわかんないね。おそらく僕はもう北側に移動しないってことを分かってるでしょうから、北側が安全地帯やと思ってるはずなんで、北側に、あ、痕跡が残っている、残ってると。ここはもう最重要守備地点ですここだけはもう絶対に復旧させないよというね。はい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 。まあサバイバー側もよく考えてますわね。両端を狙ってきてるでしょ、うん。まあそれだけ移動する距離が長くなりますからね、私の。おった。はい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 。いけ。おお、そうか。ああ、これはいけたな。よいしょ。吊り下げません。完全にもう発電機重視です。余裕があったら吊り下げますけどね。はい、やっぱり近くにおるね。はい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 。いける。よしよしよし。おお、近くにいてるな。聞こえるぞ。私が狙っていた状況はこういう状況なんですね。おびき寄せて自分のエリアで次々とダメージを与えていくと。隙あらば釣って倒していくと。 OK。さあ近所に吊り下げ台、うー、ないか。これね無理でしょうね。おそらく地下までは連れていけないと思うわ。やめとこ。さあそれよりも発電機、ん、あ、もう完全にゼロになりましたね。あそこも音が聞こえないということは。よしよし、おった。これは儲けもん。ははは、儲けもんだな。あとジェイク君だけじゃないな。よしよしよし。吊り下げていこうかな、近いしね。せっかくモンストラウスと、モンストラウスシュラインか、怪物の神殿持ってきてますからね。はい、地下に吊り下げた時のダメージが増します。一番左のアイコン。あと逃げようとした時の逃げれる確率が下がります。まあ、残念ながら一番右のねパークの効果はもうありませんけどね。攻撃のスピードを速くしたり隙をなくすパークなんですけど、あとノーワンエスケープはね、全部発電機を復旧させられないことには効果発揮しませんので。ね、そうでしょ。回復するので精一杯なんですよ。だから発電機を復旧させようなんて余裕がないので吊り下げました。はい、
ね。そらそう、僕がサバイバーやったらそうやもん。発電機なんか復旧してる場合やないよ。まず体力回復したいよ。で、この戦略は作業速度を遅くする、まあ、右から2番目、タナトフォビアとか、呪いかけた対象、オブセッションのね、人を倒すことによって、作業速度が大幅に遅れるダイイングライトとかと非常に相性がいいと思います。だから今回まあタナトフォビアだけですけれども、タナトフォビアだけではね、さほどの影響力がないので、まあ、ダイイングライトとまあ組み合わせてもらったら、非常に発電機を復旧させるのがですね、サバイバーからすると非常に辛くなるんではないかと思います。さあ、こっから見物ですよ。どうするのかな。ちょっとおびき寄せましょうか。おびき寄せましょうか。砂時計の下のエリアに。ああ、見つけた。ジェイク君、待ちたまえ。あ、なるほど。その小屋をぐるーっと向こう側に行くつもりか。なるほどね。先回りしよう。バーよしよし、追跡開始。お、急いで復旧させようとしてるな。そうはさせねえぞ。確実にトーマス近くにおるやろこれ。おるよ。ほら。さあ、じゃあ追っかけようか。はい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 、もう北側は安全エリアではないぞ。追っかけるからな。はい、こんにちは。そこではもう体力は回復させない。よしよしよし。おっと、おったおったおった。はい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 。さあ、ラストジェイク君は、おっと、痕跡発見した。近いぞ、近い近い近い。オッケー、血痕発見した。おった、おし。はい、まあこのまま体力の衰弱を待ったら僕の全滅確定なんですけれども、僕そこまで全滅させたないんで、もう吊り下げていこうと思ってます。はい。で、まあもう一人がね、まあ非常出口に向かってて、まあもうね、逃げられてもいっかみたいな。時間もったいなくないな。最近そう思うようになってきた。もう別に時間もったいないし、なんか4人全滅できる状況を作ったから、まあもうそれで満足ですからね。いっかと。さあ、どこにおるかな。そうか。はい、まあそら北側そんだけ散策してたら見つけてるわな。はい、ということで、今回はマイケル君で、そうですね、まあ、一応リクエストにお答えする形で、ノーアンエスケープまで使いたかったんだけど、まあ発電機を復旧させないという戦略でね、今回遊んでいきましたんで、ノーアンエスケープを使う機会はありませんでした。はい、そもそもノーアンエスケープなんて使わないに越したことはないんですよ。奥の手ですから、あれは。最終手段ですから。だから僕、ノーアンエスケープ持っていく機会がね、やっぱ減りました。うん。いや、それまでに仕留めようよってことですよね。うん。
まあ、発電機の位置が固まっている場合、今回みたいな戦法、作戦、いかがでしょうか。ぜひね、試してみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければまだの方チャンネル登録、ツイッターの方、フォローしてください。面白かったら高評価の方お願いします。明日へのモチベーションにつながりますんで、よろしくお願いします。今回リクエスト、なりさんどうもありがとうございました。面白いリクエストまた待ってます。じゃあバイバイ。